皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はダイエットにとって睡眠は重要というような内容でお送りしていきたいと思います。やっぱりダイエット中、運動とか食事に関しては頑張ってる人すごく多いんですよ。でも睡眠っておろそかになりがちなんですよね。運動食事頑張ってるのに変わらんやん、体なんでなんってなったりすると思うんですけど、そういった方って結構睡眠の質が悪かったり睡眠不足だったりする可能性が高いです。実際に睡眠不足は太るというような研究データっていうのもあるんですね。睡眠不足が太る原因になるっていうのも証明されてきているので、おろそかにするとダイエットっていうのもうまくいかないんですよね。研究で出た内容っていうのが7時間以上睡眠ですねと4時間未満睡眠の人だと 70% ほど肥満率が高いという数字が出ています。なのでしっかりと寝ることをおすすめします。運動、食事、そして休養、3点セットがやっぱ揃ってこそのダイエットなんで、6時間以下の睡眠を2日間やっただけで徹夜したのと同じ疲労感を体は感じるらしいんですよ。寝れるのであれば8時間ぐらい寝ときたいですけど、せめて6時間は寝てあげた方がダイエットというのはうまくいきやすいっていう、僕のこれは実体験ですけどね。それ以下になってくると僕疲労でトレーニングにも集中できなかったりとか、もう食欲もなんか爆発してきたりとかね、そういったのも出てくるんで、できる限り僕は6時間は絶対寝るようにしてます。そして睡眠の質っていうのも重要になってくるんですね。果たして6時間寝たうち6時間ずっとしっかり寝れてるかって言われると、寝れてなかったりするのが多いんですよ。睡眠の質が悪いとどうなるのかっていうところなんですけど、まず一つ目っていうのが睡眠中の代謝が落ちてしまうっていうのと、脂肪の燃焼をしにくくなるっていうようなことが起こります。睡眠の質が悪いと本来分泌されるはずの脂肪を分解する酵素を活性化してくれるホルモンである成長ホルモンが分泌されにくくなるんですね。まあそうなることによって代謝とかっていうのが落ちてしまうと言われています。続いて2つ目が疲労が取れないです。疲労を体が感じてると満足にエネルギーっていうのを使って体を動かすことができなくて、セーブしようとしてしまうんですね。セーブしようっていうことは、糖質を取って糖質をエネルギーとして使うのが、糖質をエネルギーとして使わずにずっと体の中で蓄えようとしてしまう形になってしまうんですよ。ということはもう何が言いたいかというと、消費エネルギーが低くなってしまうんですよね。ということは太りやすい状態になってしまいます。そして3つ目がストレスが溜まるです。ストレスが溜まると代謝も落ちてしまって脂肪も蓄積しやすくなっちゃうんですよね。仕事とかでもストレス感じてる人が睡眠の質まで悪いと、やっとストレスから解放されて寝てるはずが、そこでもまたストレス溜まってる状態なんですよ。もうこれ悪循環ですよね。なのでストレスを溜めるっていうのも良くないです。そして食欲が乱れる。睡眠の質が悪いと食欲を増進するホルモンっていうグレリンが増えるんですね。さらに食欲を抑制してくれる、抑えてくれるホルモンであるレプチンが減ってしまうっていうデータもあるんですよ。ということは食欲が増す、食欲を抑えるホルモンが減ってしまうということは食欲を抑えにくくなる。もうこれ食の乱れにつながってしまいます。質の悪い睡眠っていうのが原因で発生してしまうので気をつけないとダメなポイントです。そして最後は肌荒れですね。肌の細胞っていうのは一定の周期で生まれ変わる仕組みである肌のターンオーバーっていうのがあるんですけど、そのサイクルが悪くなってしまいます。なので肌荒れが起こってしまう。睡眠の質が悪いと痩せにくいだけではなく、太りやすくなるだけでなく、肌トラブルだったりとか食欲の乱れだったりとか、そういった他の面でもダメージがあるんですね。なのでしっかりと寝るっていうのも大事なんですけど、寝てる間の質っていうのも上げていく必要があります。なのでちょっと一度ね、睡眠を見直していただいてダイエットに取り組んでいただければと思います。でも睡眠の質を良くするにはどうしたらいいねんってなると思うんですけど、その睡眠の質を良くする方法っていうのを次回の動画でご紹介します。こうしたらいいよっていうおすすめルーティーンみたいなものも紹介できればなと思います。ぜひそちらの動画も見てみてください。睡眠時間を確保して痩せやすい体を手に入れましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。